こんばんは、ひろやです。では、ミンゴル続きやっていきましょう。今日ちょっと、オンラインのグリーンカントリークラブ、これ昔あったコースらしいですけど、まあちょっと初めてなんでやってみましょうか。多分そんなに難しいコースじゃないと思うんだけどね。はいはいはい、まあちょいちょい釣りとかもできてたらいいと思うんだけど。オンラインだからこうローディングにちょっと時間かかるかもしれないです。おお、お、釣り場発見。まあゴルフコースだったら釣れるとこはいくつかあるんだろうね。さてじゃあ早速ちょっとなんか良さげな、じゃあ釣れるものリストを確認。カマツカ、国連、ニジマス。おお、何何、淡水でも結構あるじゃんね。はいはいはい。じゃあまあこれにこれでいこうかな。俺釣りしに来たわけでは、まあ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 、引いてるぞ。ほい、成功。ほうほうほう、いじます。うん、来てる。はい、釣れた。釣れたね。またにじますか。焼いて食べると美味しい。そう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 。俺淡水魚だから、そういうの、そういうのを待ってた。淡水魚、そういう淡水魚を待ってた。もう金魚とかさ、まあ、ここデメキンもいるらしいけど、金魚とかさ、ドジョウとかさ、引いてるぞ。ザリガニとかさ、まあ、ザリガニはこの食用として食べてみたいところあるけど、まあ、ドジョウも食用か。だからメダカとかさ、成功。デメキン、デメキン、結局金魚が。引いてるぞ。成功。カマツカ、カマツカ。カマツカ、ヘイシリー、カマツカって何？間違えた。ヘイシリー、カマツカって何？ウェブでカマツヒに関する情報が見つかりました。ご覧ください。全然違うし。
引いてるぞ。ヘイシリー、カマ使って魚について教えて。こう使って魚について教えては私には理解できません。そうですか。成功。デメキン。ヘイシリー、デメキンって何？評価された。デメキンに関するこちらの情報がウェブで見つかりました。ご覧ください。またこの読んでくれない病。いいけどさ。してる。ほら。成功。またゼミ金か。あ、コインが。してる。はい。釣れた。また出てきっか。ヘイシリー、土壌って何？道場はブドウの稽古を行う施設である。道場を。ヘイシリー、道場をって何？道場はブドウの稽古を行う施設である。もういいよ。釣れた。ヘイシリー、ザリガニって何？ザリガニはザリガニシタメのうちザリガニ浄化と南ザリガニ浄化の総称である。ザリガニ類と呼ぶこともあるが、この語はザリガニシタメを意味することもある。分類学的には単一の分類群ではなく、ザリガニ浄化と南ザリガニ浄化に分類される。はいはいはい。さっきからシタメって言ってるのは、下って方向の下にこの目は目で、目、科目ですね。皆さんちょっと毎回この生き物系になるとそういったジョーカーとか科目とかいろいろ出てくるかと思うんですけども、読み方でこう混乱しちゃうかと思うんですけども。聞いてるぞ。いや、成功。おい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 。お、ワカサギ。きた。冷たい水に生息する魚、天ぷらにすると美味しい。ヘイシリー、ワカサギって何？ウェブで岡崎に関する情報が見つかりました。ご覧ください。なんだ岡崎って。まあ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 、淡水魚結構いいのいるじゃんね。では一旦、ここで切りまして、コースの方行ってみたいと思います。何しに来たんだと思われちゃいますからね。では、ご視聴ありがとうございました。ヒーローでした。バイバイ。